は裏拍っていうか、を感じてる。なるほどね、うん、それが結構いや難しいのかなと思って、要するに表だけで、ね、1,2,3,4 ってなってるのにパラ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 パとかって、実際はアクセントとかも、例えば私たちメロディーで言ったらパッパラパラパっていう、その裏にこうアクセントが来るじゃないですか。そうするとね、やっぱり 1,2,3,4 とパッパラパっていう整合性がね、あ取りづらいんだよ。なるほど、だからそもそもそこで疑念が湧くんだけど、うん、やっぱり拍の取り方が間違ってるのかなっていう感じ方で、ね、うん、譜面を見てるから、譜面には4分の4って書いてあって、うん、1,2,3,4 ってマークなるじゃないですか、こう 1,2,3 だけど、それをそのまま読んで吹くと、うん、やっぱりなんかこうちぐはぐな感じがするっていう、はい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 、そんな感じがするんですよ、うん、なんかであれと思って、うん、でよく譜面を見てみるとね、僕これはもう本当にまあいろんな曲あるから何とも言えないけど、でも、まあ、カウントベイシーとかにまあ限ってというか、うん、まあ主にそういうものを見てみると、うん、圧倒的に裏からのフレーズが多いんですよ、うん、その裏入りのフレーズ、はいはいはい、スタートがね、うん、だからそのパランスパーパーみたいな、パランみたいな、うんうんうん、フレックルフェイスとかね、うん、まあ、パッパラララララ、ね、あのアンドザザと、うん、パーバラバラパラバラバラ、これアンドザザだね、最近ね、もうで、要するにまあそれさ、もうなんか何でもいいけど、まあ、大体こう裏から入るのが多い、うん、ってことはだよ、裏からのやっぱりフィーリングを持ってカウントすべきっていうか、感じるべきっていうか、1,2,3,4 1,2,3,4 じゃなく1,2,3,4 1,2,3,4 っていう、さっき言ったカシヤ君が言ったこう予備動作も含めたカウント、うんうんうん、だから1,2,1,2,3 じゃん、1,2,1,2,3,4 てんてんみたいな、うんうん、なんかその方がなんかこう合うような気がする。合いますね。どうですか、うん、いやと思いますよ、うん、要は僕なんか結構そのリズムをリズムと、まあ何ですか、スポーツに結構例えるんですよね、うんうんうん、で例えばまあ普通にみんなが走ってる自転車とかも、うんうんうん、やっぱりある程度のスピードがないとこうヨロヨロしちゃう、うんうんうん、だからやっぱり多分そのある程度スピードっていうか、その前に進む力みたいなっていうことが僕はすごい大事だと思ってて、だからやっぱり前に進む力がまずあると安定すると、うん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 、でビート、例えばビートを叩くときっていうのは、うん、やっぱ飛び箱みたいなもんだと思うんですよね。でも結局飛び箱って走って踏んで音が飛ぶ、うん、だからその音、うん、飛び箱飛ぶところが、うん、まあ、音が出てるっていうことを考えてみると、その前に走って、うん、それで、いわゆる力を入力する、うん、トーンっていって、うん、それで音が出る。なるほど、うん、だからここになんかそのいわゆる止まる瞬間っていうのを作ってちゃうと、うん、要はその音が結構あれ出ないし、走ってたら止まれないと思うんですよ。あ、なるほど。だから要は結局走っとく、走っとく、うん、だから前にその予備動作があるってことでも、うん、必然的に出ちゃうみたいな、うん、っていうその状態を作るってことを考えてみると、うん、その裏を含めたってことが、うん、そのいわゆるこう、うん、スピード感を、うん、その演出してるっていう、もうなんかスイングしてるね、うん、スイングしてるね。あ、なるほどなるほど。要するに